狼くんには騙されないは、2017年2月18日から、インターネットテレビ局、アベマ TV のアベマスペシャルで配信されている日本の恋愛バラエティ番組である。狼シリーズとも略される。真実の恋をしたい男女が本気の恋に落ちていくまでを、追いかける恋愛リアリティショー。しかし、その中には、絶対に恋をしない嘘つき、狼くんあるいは、狼ちゃんが、 数と以上潜んでいる。そのため、出演人は誰が本気で自分を好きと言っているのかを見極め、かつ自分が狼ではないことを相手に信じてもらう必要がある。番組プロデューサーの横山優香によると、独自要素となっている狼くんの心理戦は人道ゲームにヒントを得たものだという。男性陣の中に狼が潜む狼くんシリーズ男女が逆転する。 狼ちゃんシリーズ、男女どちらに狼が潜んでいるのか明かされない狼シリーズがある。また、当初は女性陣を女子高生に限定していたものの、シーズン6、狼ちゃんからは女性陣も年齢を問わず出演している。また、狼くんはもう騙さないでは、狼であるという嘘をつく必要がない世界で、二人がもう一度出会ったら恋は生まれるのか というテーマをもとに、元狼出演者二人の禁断の再会に焦点を当てている。マイナビティーンズが実施した2018年の女子中高生が選ぶ一番好きな恋愛リアリティショーにて、シーズン1、狼くんが1位を獲得。2018年2月期アベマ TV 視聴ランキングでは3位、ビデオランキングでは1位、3月期ランキングでもそれぞれ1位を記録した。 2020年9月には、一般社団法人全日本テレビ番組制作者連盟主催の第36回 ATP 賞テレビグランプリ情報バラエティ部門でシリーズ6、狼ちゃんが最優秀賞を受賞。アベマ TV での人気を受け、2018年9月22日、29日と2019年8月19日には、 テレビ朝日で第4シーズン再編集版を放送。2019年2月23日から4月7日まで、富士急ハイランドでコラボイベント、富士急と狼くんには騙されないを実施した。シーズン3、真冬以降、狼くんであると疑わしい男子1名を視聴者が選び、脱落者を決める狼くん投票を実施。シーズン4、太陽以降、 脱落者発表の際に打ち上げ花火を使った演出が施される。赤い花火が打ち上がった出演者が脱落なり、それ以外は白い花火が打ち上がる。シーズンを、白雪以降、脱落して欲しくない男子1名を視聴者が選ぶ、落ちないで投票を実施。男性陣は、第一印象で気になる、女性陣に赤いプレゼントを渡す。シーズンに真夏では、赤いみさんが、 シーズン3、真冬からは赤いブレスレットが用いられ赤いブレスレット作戦と名付けられた。シーズン9、恋では男性人が金のブレスレット、女性人が銀のブレスレットをそれぞれ渡す仕様のファーストブレスレットへと変更された。赤いブレスレット作戦の後に網田くじでデートの相手を決める光の弥陀を行う。シーズン4、太陽以降。 番組独自のグループライン、太陽とガツラインの使用を開始。太陽ラインは出演者全員、ガツラインは特定の出演者のみと連絡を取ることが可能で、それぞれ利用できるのは一度きりである。用途は自由だが、基本的には、デートに誘う際に用いられる。シーズン4、太陽以降、出演者を拘束して、ゲーム性を高める要素として、共同作業が取り入れられる。 VTR を見ながらコメントをして番組を盛り上げる。応援ゲストスペシャルゲスト特別 MC 視聴者から見て身近な憧れを抱けるキャスティングをしており、タレントの卵を中心にキャスティングされている。オープニング映像やスタッフロールではフルネームだが、それ以外では愛称が使用される。名前や職業、年齢など書き記述は原則として番組出演当時のもの。 狼くんには騙されない真夏の狼くんには騙されない真冬の狼くんには騙されない太陽と狼くんには騙されない白雪と狼くんには騙されない狼くんはもう騙さないマイナスサナリルファイナルバルーン狼ちゃんには騙されない月と狼ちゃんには騙されない狼くんには騙されない恋と狼には騙されない狼くんはもう騙さないマイナスサナリルファイナルバルーン カッコ内の数字はシーズン。ありがとうございます。